お元気ですか？谷村新司です。2021年からスタートしました、笑顔になる番組、ラジテレ。あなたのお便りも紹介しながら進めてまいっております。皆さんから、こういうのね、あんまり投稿したことないけどやってみようかなって、そう思ったあなた、投稿してみましょう。思ったら行動に出る。それがこのラジテレ、谷村のモットーでもあるんで、とりあえずアクションしてみましょう。まあなかなか外出がままならない日々、自宅の中に行って発見することもきっと多いかもわかりません。こんなこと発見しましたよっていう、そんなお便りも来たら嬉しいなと思っております。そんな新しい発見のお話を今日はしていきますね。お茶でも飲みながらゆっくりとそろそろとラジテレ始めてまいりましょう。さあ今回のテーマは、食べる楽しみ。バッチリですね。まあ、このラジテル聞きながら時々お腹減るなと思いながら、ご覧いただいている方もいると思いますけども、食べることって、実はこう生きていくこととイコールなんですよね。こんな言葉があるんです。体は食べたものでできている。もうまさにその通りなんですよ。食べてないものでもベースはできてるけど、それ以外のものは食べたものによってちゃんと作られていく。だから、何を食べてるかによってどんな風な体になっていくかっていうことが、後に徐々に証明されていくんですよね、自分の体つきで。これ聞くと、あ、食べたものもちょっと気を使った方がいいなって。特に男子はもうほっとくと茶色いご飯しか食べません。男子の好きな茶色飯、茶色いの好きなものだけを食べるっていう傾向があるんで、やっぱりバランスなんだと思いますよ。まあ、今までぼんやりと感じていたことなんですけども、コロナのこの自粛のおかげではっきりと、僕の中でも認識できるようになったんで、皆さんの方にも、そんなお話をしていこうと思いますが、今回、この毎日食事を、キッチンに立って作って食べてっていう日々を繰り返している中で、食卓日記っていうのをつけ始めたんです。1週間のメニューを、パッと目で見て、何食べてない、何を食べた、これ食べ過ぎとかっていうのが分かるように1週間のメニューを作りました。そうすると、あ、先週はこれが足りなかったなとかっていうのがはっきり分かる。だから、食べたくないものをは別にその食べる必要がないんですけども、食べておいた方がいいものは食べておいた方がいいよっていう、そんな参考になればと思って、食卓日記自分でつけ始めました。皆さんもぜひ、チェックして、日記つけ始めると思わず、あ、重宝することがあるんじゃないかなと思います。